川田賢治は、日本の労働運動家、政治家。元衆議院議員、元参議院議員。日本共産党名誉幹部会議員。日本共産党設立時のメンバーでもある。画家の愛称で親しまれた。京都府与佐郡岩滝村出身。小学校卒業後の1912年には、舞鶴海軍公司に勤務、1917年には上京して、 富士電機や日本鉄鋼で働きながら、東京工科学校に通学。日本鉄鋼時代は、友愛会東京鉄鋼組合支部に入り、労働運動に取り組むが、1921年に解雇される。1922年からは、日本労働総同盟館と同盟主事につき、総同盟内の左派をまとめ上げる存在となる。 同年、日本共産党設立と同時に22歳で入党する。1925年には、日本労働組合評議会中央委員に就くも、1928年の3.15、事件にて検挙、投獄され、当初の懲役10年を超えて、予防抗勤が長引いた末、1943年に出所、郷里の京都で、 共産党の再建に尽力し、1949年の衆院選で、京都2区から立候補し初当選、京都1区の谷口善太郎と共に、不発の共産党国会議員が誕生する。しかし、1951年に占領政策に反したとして逮捕状が出された。逮捕はされなかったが、公職追放となった。その後、 地下活動を経て1957年公然活動に復帰し、翌年の第7回党大会後に開かれた京都不党会議にて、副委員長に選出。また、同年中央委員、1964年には、日本共産党中央委員会幹部会委員に就任する。この間、二長は虎像の対抗馬として、京都府知事選挙に出たこともある。 1968年の参院選に、京都府選挙区から出馬し初当選、京都地方区では、初の共産党議員が生まれた。また、1974年の参院選でも勝利し、2期12年参議院議員を務めた後、1980年に引退を表明する。1995年12月17日、老衰のため、京都府京都市の病院にて死去。 95歳。戦前、多くの不屈の青春があった2004年7月15日付、新聞赤旗、京都府党の歩み第2部60年の歩み第3、小第7回党大会と、公領確定による、京都府党の全身日本共産党、京都府委員会ウェブサイトに長は,は1950年に、社会党公認、共産党なども参加する全京都、 民主戦線統一会議推薦で、不知事に当選した。しかし3期目の選挙を控えた1958年、自民党と政策協定を結んだことから、共産党が別候補を立てて戦った。ありがとうございます。